では、おそらく最後と思われる、果ての果てへ、突入、イベント来るか、イベントです。かなり厳しい道が続くね。いや、ほんまやで、逃げっぱなしやからな、俺ら。アウィ、俺はそろそろ引き返すべきだと思う。ボスやな。道も良くないし、何より、先がわからないのは相当辛い。ですね。そしてそうですね。あーってくるね、これ。戻る時間を考えるだけでなんだかクラクラしそうです。一瞬で戻るから安心してくれ。分かってる、分かってるんだ。それでも俺はもう一踏ん張りするべきだと思う。アウィンがかっこいい。どうした？もう少し、もう少しのはずなんだ。きっとこの先に世界の果てがあるんだ。うんうんうん。俺の夢なんだ。ずっとずっと前からこのために技術者にまでなって。そうだよね。私もやっぱりお兄ちゃんに賛成です。ここまで来たら諦めちゃダメですよ。いいこと言うてるで。もう少しかもしれないんだから頑張りましょう。きっとたどり着けます。うん。引き際を間違えないようにしないと。一番後悔するのはアウィンかもしれないぞ。ロジー、しかしこれはフラグっぽいセリフ。そうやって後悔した俺が言うんだからな。それだけは覚えておいてくれ。フラグっぽいな。二人とも行こう。あと少しの辛抱だ。これで何もなかったらかわいそうですよ。でもお兄ちゃんがめちゃくちゃに。ボスはやめてな。曲なんだ。何もないじゃないか。こんなのが世界の果てだなんて。ここまで来てそんな。あの、これってどういうことですか、ロジーさん。中央ではこういう地形のことを存在しない土地と呼んでいる。この先には何もない。あるのは延々と続く不毛の大地だけだ。そんなはずないよ。もっと先があるはずだろう。この向こうに自然に囲まれた豊かな大地が、世界の果てがあるはずなんだよ。でもお兄ちゃん、もう道がないよ。これ以上進むなんて無理だよ。違う、調査隊はもっと先に進んだんだ。そこで世界の果てを見たんだよ。そうに決まってるんだ。そうじゃなきゃ、こんなのあんまりじゃないか。ロジーさん、本当に何もないんですか？ああ、ここまでが生き物の住める限界なんだ。これ以上先なんて探索のしようがない。待ってくれ、あそこに何かある。どうした？本。これは手記。遠征調査隊記録。おー、トロフィー。そうだ、やっぱり遠征調査隊のものだ。ここにもっと悲しい現実が書いてあると寂しいんですが、やっぱりここまで調査隊はたどり着いていたんだよ。ああ、大失敗。大失敗って一体。ねえ、なんて書いてあるの？これは途中経過の報告書みたいだ。最後のページ。これは長く辛い旅路だった。多くの困難にも遭遇し、尊い犠牲を出しながらも私たちは進み続けた。犠牲者が出たのか。じゃあこれは新天地があると信じ続けた。犠牲になった君たちに胸を張って報告ができるくらい何かが得られると信じていた。それももう限界だ。私はこれから生き残った隊員たちに帰還命令を出そうと思う。この先に何かがあるのかもしれない。むしろこの先にこそ我々の求めた新天地があるのかもしれない。それでも遠く遠く
まだ途方もなく遠くて、私にはそれが恐ろしかった。君たちを家族の元に連れて帰ることができない私をどうか許してほしい。この報告書はここに残そうと思う。大失敗の調査だったと罵られようと私は構わない。この無慈悲な光景を私たちの帰りを待つ人々に語るなんてできるわけがないのだ。せめて君たちだけは世界の果てにたどり着いた英雄になってくれ。マジか。戻ろう。これは悲しすぎるな。無理だ。遠征調査隊ができた頃は存在しない土地の存在はあまり知られていなかったんだよ。大混乱が起きるのは分かりきっていたからな。この式は提出できなかったんだ。調査隊に寄せられた期待が夢が失望に変わってしまうから。それで帰ってきた調査隊には何も成果が上げられずに大失敗したという烙印だけが押されたんだね。なるほどな。その手記はここに置いていこう。情報が解禁されたことなんて関係ない。それはここにあるべきものなんじゃないか。お兄ちゃん、調査隊の人たちは世界の果てにたどり着いたんだよ。確かにお兄ちゃんが思ってたものとは違うかもしれないけど、それでも調査隊の人たちは私たちに大事なものを残してくれたんじゃないかな。そうだね。帰ろう。ありがとう、みんな。こんなところまで一緒に来てくれて。俺は確かに彼らに夢をもらったんだ。それは本当のことだったんだ。終わりですか。お兄ちゃんテンション下がってるけど大丈夫？ステータス控えにしてるもんな。申し訳ないな。控えはまずかったな。異物。しょぼくれとるな。これ月のタブレットやろ、どうせ。マジか。異物ですね。なかなか貴重なものらしいとマリオンが言ってなんていうか和ましてくれたけど、リンカちゃんが。あ、しまった、ジャンク品か。でもうわ、ほんまになんかもうなんもないのここ。こんな時は、いやマジでそれは夢も希望もありゃしないやから。素材を見つけたぞ。なんかあるでしょねえ。なんかないとやっぱあかんやろ。私の研究意欲をくすぐる奇妙な素材ね。終わってもうた。何に使えるのかしら。採取物のサンプルはもう。マジか。終わり？さて、どこ？マジっすかこれ。もう一回行く？マジっすかこれ。お兄ちゃんが喋らない。強敵は遭遇したくない。気分的に最終分担するか。一丁上がりだ。レア重視と。どう？やった、厳重の怪我は発見。よし、いろいろ取れたみたいだな。でもここは大したもんもらえへんな。頼りすぎないでおこう。マジで言うてんのこれ。どこに行くのですか？これマジで言うてんの？めっちゃかわいそうやねんけど。絶対なんかあるよな。まあ後々あるということでどうですかね。まだ入ったことないとかあったよな。ほんでどうやったっけ、入ったことないっていうか無視したとかあったよな。ここか違うわ、ここか。めっちゃショックやな。なんていうか、じゃあここは終わってるわ。お兄ちゃんマジかわいそうやねんけど。あ、ここやここや。お兄ちゃん無言。敵かよ。ほんでこれ逃がしてもらおうか勝てないやつやね多分。あの獣と一緒で。
何の前触れもなかったな。そうやんね、ドレッドノート。逃げよう逃げよう、逃げれる、逃げた。ちょっとさすがに無理系でしょう、おそらく。ドレッドノート言うてるぐらいもんな。ドレッドノートって言ったらなんか大体最後に出てくる系やんな。武器でもあったよな、昔別のロープレで。ワイルドアームズかなんかで。ドレッドノート。なかったっけな。悲しいなぁ。マジ悲しいねんけど。マジで言うてんのこれ。何回も言うてるけど。マジで言うてんの。ワードストーンちょっとゲットする。で、あれもなかったもんな。何やったっけ。資料か。資料すらなかったなぁ。うわぁ。お兄ちゃんめっちゃかわいそうやで、これ。どうするよ。一回ここでよ。日付たたんからな。一回こうやって出る。うん。どう？でもう一回入る。なんもないわ。うわぁ、変えるか。うん、そのうち、なんかやっぱり、でも行くことあるか？ここにで、ストーリーの話的に。読むわ。この読むアイテムが重要ちゃう？ほら、3度目の黄昏。どう？次元爆弾、ゴルトボード、混爆のチェイン。打開しそうなアイテムはないな。打開しそうなアイテムないな、これ。お、なにこれ？奴隷のソウル。WT を押し戻し体制、待機回復量上昇。まあまあの。じゃあこれ分解しとくか。うん、原初のなんかをゲット。これもじゃあ分解しとく？神に祝福されし、なんとかやしな。うん。ほらほらほら、ええ感じやん。これもじゃあ分解しとく？うん。分解しとくのがいいんちゃうかな。最高拡張率。竜の飛躍も分裂と。で、月のタブレットも分裂しとくと。虹色調査。これええやん。めっちゃええやん。攻防ブースト。あ、まあまあか。という、そうてつもなく悲しいイベントでございました。はい。でですね。あまりにも悲しいイベントを終えた直後のお兄ちゃんのイベントがあるんで、やっぱりこれは見に行きたいと思います。なあ、あれからアウィンは大丈夫なのか。局的に大丈夫そうやけど。大丈夫って何がですか？エズカちゃん？ほら、世界の果てに行った時、結構ショックを受けた。結構どころじゃなかったんけど。そういえばあのまま何も話してないなと思って。俺の方がショック受けたんかな、もしかして。君らより。それもそうですね。いつも通りに見えてたけど、本当は落ち込んでるのかな。あれ、どうしたんだい？二人とも難しそうな顔してるけど。ダメだ、悲しすぎるお兄ちゃん。普通にしてるけど悲しい。あ、お兄ちゃん、その元気出してね。エスカストレートやな、いいな。でもね、どうしたんだい急に。いや、せっかく世界の果てに行ったのにあんな感じだったからさ。ああ、うん、そうだね。あれはちょっと悲しかったな。ちょっとどころか。もしかして俺が落ち込んでるとでも思ったのかい？違うのか。大丈夫だよ。確かにショックだったけど、夢は前よりはっきりしたからね。というと？むしろこれからどうするかを考えたら、楽しみで仕方ないよ。これからって、お兄ちゃん今度は何をするつもりなの？当然、さすがでございます。超えるんだ。今度は飛行船の力を借りずに、俺が作った気球でね。さすがです。超える？そんな無茶な。今のままじゃ不可能だろう。そうだね、確かに大変かもしれない。でも俺はあんなところが世界の果てだと思ってないよ。たとえ遠征調査隊の人たちが世界の果てだと言ってもね。さすがやな。それでいいのか。アウィンの想像しているよりずっと困難だと思うぞ。俺はあの人たちが残した夢の後しっかり受け取ったんだ。絶対に世界の果てにたどり着いてみせるよ。
それが子供の頃からの夢なんだから。うん、うん、それもそうだね。私も応援するよ。ありがとう。まずは気球のパーツを買うためにしっかり働かないとね。アウィン・エイバーいいね。雨漏りの修理でも家の改築でも何でもやるよ。よーし頑張るぞ。アウィン・グッド。まったくアウィンも懲りないな。ロジーは懲りすぎでもお兄ちゃんらしいですよ。そうかもな。ああやって、うん、ずっと何かに挑戦し続けているのがアウィンだよな。素敵やないか。いいですね、本当の世界の果て。これでも終わった感じになってもうたけど、じゃあゲーム中はいけへんのかなと思いますが、いかがでしょうかね。ワールドマップ、うちねフェーンってでん。でもまあ絶対いかへんよ、いけへんよな、これこの流れでは。うん、悲しい話ではあったという感じか。どうよ、時計開いリスト、虹色チワザ終わった、ケケケ、子役も終わって、ジーグルさんも終わって、装飾コランダムも終わる、ワードストーンとかも終わらしとか、じゃあうん、よしよしよし、竜の化粧も終わった、いいね。スラグフィギュアも終わらしとく、じゃあうん、終わらそう終わらそう、オッケー。というわけで依頼する、個数とやりてる。なんかこれでも弱かってんな、背びれで、背びれいこう、背びれ、うん、背びれ2ついっとくか。じゃああとは何がある。ホワイトサラとミヘンデデ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 デン、大したもんがないけど、どうするどうする。自然と、はいはいはい、補助、エンゼルパウダー、癒しのアロマ、トテ箱、名石、竜の飛躍、うん、アロママテリア、また増やす。じゃあ何やってんの、アロマでやってんじゃん、竜角アロマでリビングクレイ、セビでね、うん。じゃあ、炎王の雫増やすか。じゃあまた、うん、炎王の雫、これすごいやん。よし、じゃあこの雫を増やして、うん、もう一個、なかる変更よろず、てて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 、装飾ランダム、月のタブレット、読みの月のタブレット、なんかええの取らんかった、さっき取ってないと、分裂したか、分裂は崩壊させたか、崩壊もおかしいな、何語や。太陽の花なんかすごいの作れた気がするから、これいっとこ、うん、これつぶれとこ。じゃあ、OK、では続いて虹色中和剤は結構あるけど、これ結局めっちゃ使う、あ、ドンケルまた増やすか。ドンケルはなんとなくまたいっぱい使いたいところですので、ドンケルはどこあるか、ただこれ違うわ、これこれドンケルを、じゃあまだ2つ増やしとくか。うん、まだいけるな。何行く何行く。なんかこの、何やったっけな、ないのかな、リレイズかかるアイテムあったよな、なんちゃったっけな、時計や、時計ない、補助か、これか、これが確かリレイズがかかるから、これを一応分裂さしとくのがいいんじゃないかなと思いますよ。うん、なんか一撃で殺されることが多分この先多くなるので、やっといて、あとはジーグル増やしたから、七色パウダーも結構すごいんじゃなかったかな。うん。これじゃあ、一応増やしといて、二つぐらい。うん。あとは、何増やす？耐雷死、威力固定強化、高速使用、まあまあか、メディカ。メディカいっとくか、じゃあ。メディカ二つ。オッケー。オッケー。で、どう？ワンレンドクラフト。これいけよ。ノブ。硬いっすね。ノブ。ワードストーン4まで通ってお前は。欲してきたか。なんてやつや、お前。恐ろしい子やな。ではまた何するか考えましょうか。教えてくれ。あなたはこれからどうするんだ。敵対する気がないならマリオンに事情を話して一緒に。それはパス。私は中央の連中と組む気はないわ。ほう。それに確かめたいことがあるの。